ただいま。おかえりなさい。真夏ですら平均気温25度以下。北海道の夏は短い。だから俺の心の動きもいつも鈍いと思ってたんだ。彼女を見るあの時までは。ほーら村上、見てるか。どうだ、いい女だろう。俺たちと同じ紅葉高校3年 D 組32番、水野遥香。冷めた気持ちが吹っ飛んだ。おう、丸見え。やっぱ2枚履いてると分かってても興奮するよな。なんだろうこのドキドキ。どうしたんだ俺。知らないうちに胸の中から溢れる感情、何なんだ。まだ2セット目だろう。ちゃんと見てんのか。な、いいだろ水野遥香。遥香、ナイスゲーム。こんな可愛い子が俺たちの学校にいたとは盲点だったぜ。着替えてくるから。後でな。村上よ、俺な、絶対あいつをものにしてみせるぜ。え？なんつうかその、俺のハンターとしての嗅覚に訴えかけるっつうのかな。はるかは違う。顔やスタイルだけじゃねえ。あの女、一皮一皮剥いていくたびに違う何かを見せてくれるような、そんな女なんだ。一皮？今まで何人もの女を裸にして見てきた俺でさえドキドキだぜ。こいつならやる。絶対やっちまう。きっと速攻で彼女を。どうする？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 やるぜ、オラ！待て、佐野。あいつだけはやめといた方がいいぜ。どうしてだ？彼女は病気持ちなんだ。しかもやるとうつるやつ。なんだと？もしかしてそれって。いや。もっと恐ろしい未知の病原体だ。度級後発性免疫不全症候群といって、 99.8% セックスしたらほぼ確実に死ぬらしい。治療方法が未発達なだけでなく、あまりに恐ろしい病気のため、厚生労働省では国民のパニックを危惧して公表を抑え込んでいるらしいんだ。でもコンドームをつけてセックスすれば大丈夫なんだろう。ダメだ。そいつはゴムなんか簡単に突き破って体内に侵入するんだ。付き合ってもプラトニックなままだな。我慢できるか。だったら確かめてやるぜ。ちょっと待て佐野。待てー。ちょっと聞きたいんだけどさ、水野遥香って子知ってんだろ。はあ、
彼女ってさ、すごい性病なの。てめえどんな了見だ。あたいらの遥かにおかしな噂立てんなよな。でも大体なんだよ、超ド級転生免疫症候群って。いやそういう話を聞いたんだが。そんな根も葉もない噂、誰が言ってたんだそんなこと。俺だ。俺が嘘を言ったんだ。何？やっぱりかてめえ。聞いたろ、こいつがハルカちゃんをおかしな病気だって吹いたんだ。お待たせ。ハルカ、ごめんね遅くなって。やっぱ3年間お世話になったコートだし、ありがとうってお礼を言いたかったんだ。いろんな思い出があそこにはあったしね。まあ素敵ですわ。いいけどさ。ところでさっき言ってた病気って。それはな、こいつらがいきなりハルカのことをわけのわからない病気だなんて言いやがったからさ、頭にきたからぶん殴ってやったんだ。最低。てめえなんで嘘ついたんだよ。まさかてめえもハルカに惚れたんじゃ。ジョークだよジョーク。お前があまり熱心だったんでついからかったんだよ。ふん、ならとんでもないジョークをかましてくれたお前には悪役になってもらうぜ。いいさ、引き受けてやるよ。サッカーで推薦入学のお前と違って気楽に女の尻を追いかけてる暇ないからな。ほんとだな。これで間違いなくハルカは俺のものに。やったぜ。その夜、俺は何度寝返りを打ったことか。心臓はなぜかドキドキと高鳴り、大脳皮質は佐野の過去から類推される今後のやつと彼女の行動を数十数百パターンも考え、その実績から推測される成功率の高さに悔やみ、いわその嫉妬から来るストレスが簡単なく訪れる。それでいて自らの想像力に生鮮刺激ホルモンは容赦なく海綿体を充血させ脈打つ。血液が驚くスピードで体内を駆け巡る。この苦しさ、この切なさ、彼女のことを考えると俺はああ、もう朝。俺は一晩中何をやってたんだ。じゃあ昼休みね。見てる俺の顔を。今彼女は網膜に映った俺の姿を脳内の記憶中枢に照合して検索している。検索結果、目の前のこの男はまさに自分のことを性病であると事実無根の噂を広めた最低最悪な卑劣感。虚言癖があり、友人を騙し続けてきたとんでもないやろうと答えを出すだろう。となれば次の行動は嫌悪と侮蔑を込めた視線を残して足早にこの場を立ち去ること間違いなし。おはよう。え、村上くんでしょ。なんて返事したらいいんだ。おかしな嘘で彼女を傷つけたこの俺は水野遥が困惑している。声をかけたことを後悔し始めたぞ。まずい、何か言わなきゃ。何か。俺と付き合ってください。何を言ってんだ俺は。俺は一体どんな人間なんだ。
ちょっと待てよ佐野、女子の着替えが置いてあるんだぞ。バーカ、誰もいないからこそ来たんだろうが。水野遥はおめえの告白になぜか OK してくれたんだろう。ここで押さなくてどうするよ。うん、そうだよな。ほれほれ、俺が用意したこのプレゼントをお前からってことで水野遥の机に入れておけば、昨日の嘘も許してもらえるってわけよ。あー、俺ってほんと友達思いだよな。すまん、佐野。気にするな。お前も探せ、水野遥の席。分かってねえな村上。これてめえの評判を落とすことで俺様の株を一気に上げるって戦法なのよ。ここでよしと。今朝のことは夢だったのだろうか。なわけねえよな。でも私はブルマーの方が好きだな。本当かよ、あたいはショーパンの方が楽でいいや。ショーパンって正気みたいだね。なんてこった、これじゃまるで女子の着替えを覗きに来たみたいじゃないか。いや違う違うんだ、俺はそのアドバイスでプレゼント、くしょう、余計な入れ知恵のせいで。でもこんなチャンスはめったに、ちょっとだけなら。ちめえ、こら D 組女子、いつまで着替えている。あ、はい、もう少しです。チャイムは鳴っとるんだ、あと10秒したら入室する。9、8。やろうやろう、あたいら乙女の着替えを狙ったと思ってやがんだ。4、3、2、1。どさくさに紛れて脱出だ。今だ。0。授業を始める。出られん。なんてことだ、もしここで見つかったら。一体俺は何をしてるんだ、どこから歯車が狂い始めて。ではこの問題を水野。あ、はい。どうした。あ、そうか、当てられたのか。この体勢はどうやら無理だな。少し待ってください、何かひらめきそうなので。20秒やる。おー、度胸あるぜ。黒板の前で矢野に食い下がった。その問題、求めたいのは切り口の面積だけだってことに気づけば早いんだけど、頑張れ。絶体絶命ですわん。 XY 平面の正斜A だ。そうか、XY 平面の正斜 A を考えれば。そうなんだよ。誰だ今教えたのは。いつも教えるなと言ってあるだろう。ねえ、その教卓の方から。ぎく、どうする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 。矢野は絶対この机の中を調べる。その中にはヨガの方のごとく屈曲した生徒が女の子のスカートの中を覗くように顔を床にすりつけて固まっている。その生徒は学年一番の、その優秀さゆえに先生からの信頼の厚い、そんな気候とは無縁の生徒だ。考えてみると彼は女子生徒が体育の着替えをしている間もそこに潜んでいたのだ。そうか、奴は優等生の仮面で、その陰湿な素顔を隠した変質者であると。なんて状況分析してる場合じゃないんだ。どう切り抜ける、どう切り抜けるんだよ。の、な、何者だ貴様。いえ、あいつ昨日の。なんで教卓の中に。先生、授業をしかと見させていただきました。噂にたがわぬ素晴らしい講義、非常に参考になりました。ありがとうございました。お騒がせしました、失礼いたします。うん、
今日もありがとう。どうもありがとうか。しかしあの男、いつから教室にいたのだ？さあ、誰も教室に入るところを見てませんから。ということは、女子が着替えている時も中にいたわけだな。やろう、捕まえてとっちめてやる。校内引き回しの上、ノコギリ引きの刑確定ですわん。やっぱその頃佐野はどうしていたかというと、まだ教室にいたのだった。はるかちゃん、ボキ照れちゃうな。おんじゅう、おいで。先生になりたいから。村上くんは東大行くんだよね。まあね、はるかちゃんだったらもっと上を狙ってもいいのに。上って？教師になるなら、教育学部のある大学ならどこでもいいだろ。東京にはたくさんあるよ。そっか。でも私の成績で東京の大学受けても受かるかな。受かる受かる、はるかちゃん成績いいんだから。やっぱ東大っていい？そりゃ知らない人いないもんね。もちろんだよ、東大だからね。東大行く人ってきっとみんなすっごく賢くて偉人さんなんだろうね。漫画に出てくる博士って感じで、きっと普通の大学生とは違って、じゃーん、こんな感じだよね。あのね、それでさ、きっと建物もすっげーかっこいいのよ。こうで、あの、聞いてる？できた！やっぱこうよね。そして優秀な人材の頭脳活動を栄養面でサポートする日本一の大食堂。食こそ文化なりのテーザのもとに集められたフレンチ、中華、インドのイタリア、スペイン料理の名店たちの集うレストラン大通り。世界中の料理を満喫できるのよ。いいないいな。村上くん、4月からこんなすごい東大で東大生。まだ受かったわけじゃないよ。学年一番ならもう受かったも同然ですよ。謙遜しちゃって、自分でも入ったも同然って思ってるくせに。まあね、羨ましいな。4月から東大生。私も東大受けようかな。無理だよ、今からじゃ。東京で国公立だったら学芸大とか都立大あたりが無難だと思うよ。大体受験するのはいいけど、試験にパスしなきゃ東大生にはなれないんだよ。じゃあ今から頑張って試験に合格すればいいんだよね。合格すればね。よーし、東大合格だ。やれやれ。はい。はるかちゃん、どこまで本気なのかな。この問題は、水野はるか。はるか、当たってる。水野。はい。かねて世界最終戦論の展開をし、将来に備えての満州経営を計画していた石原勘次郎は、1931年9月18日、宝天郊外の龍城湖で南満州鉄道の爆破事件を起こしました。確かにそうだ、よく覚えた。だが今は数学の授業中だが。徹夜？
もう4日で60時間も勉強したことになるんだよ。この調子なら東大合格間違いなし。だから今から無理したって。無理するんだもん。面白そうなことや楽しそうなことが東大にはいっぱい待ってるんだよね。今しんどいからって、無理したくないからって、諦めたくない。だからって体壊したら何にもならないだろ。俺は遥ちゃんが東大に入らなくても構わないよ。実力に見合った大学に行けよ。それがベストだって。やだ、絶対東大受けるもん。どう説得したものか。うん、私は村上くんの一番近くで大学生活を送るんだもん。はるかちゃん。今日から特訓だ、村上くん。俺が必ず君を東大に入れてみせる。なんてわけで、俺とはるかちゃんは東大現役合格を目指してセンター入試まで毎日私立図書館へ行き勉強することにしたんだ。重くない？村上くん。全然。村上くん、無理してる？してないよ。あれは仲良きことは美しきものかな。サネアツですわ。ふん。どうなさったのですか、元井ちゃん。あたいの勘なんだけどさ、あの村上って野郎、うちらの遥にはふさわしくないやつって気がすんだよな。52点だって。採点早いはずだ。丸ばっかりだもんね。まあね。私は640点か。その点じゃボーダーラインスレスレだ。二次試験で相当いい点取らないと東大は厳しいな。大丈夫、私東大行くなって予感がするから。私の勘って結構当たるんだから。そんな根拠のない理由。村上くん超面白い顔。俺の顔はこの際いい。君が東大に入らなかったら4月から東京と函館で離れ離れじゃんか。ごめんね、私東京の次第ってよくわからないから。まったく能天気すぎるよ、はるかちゃんは。いっしょいっしょ、東大受かるんだから。あ、ん、どうしたの。私教室に忘れ物しちゃった。ちょっと行って取ってくるね。俺も行こうか。大丈夫、村上くんは早稲田と慶応の受験もあるんだから勉強してて。すいません、よかった。お料理の串ですか。うん。あ、開きました。うまくいった。子供の頃よくやったんだよね、これ。ありがとうございました、村上さん。あ、知ってる人だっけ。私、はるかちゃんと同じ3年 D 組なんです。だから、あ、鈴木エリと言います。来週から次第入試ですね。私も慶応を受けるんです。そうか、お互い頑張ろうね。本当にありがとうございました。ああ、気をつけて。やった、村上さんとお話しちゃった。はるかちゃん先に帰っちゃったのかな。待てよ、もしはるかちゃんが東大落ちてエリちゃんが慶応生になったら、
東京での新生活は滑り止めでエリちゃんと楽しく。ごめん、はるかちゃん。はい。覚えてる？村上くんが授業中、突然ここから飛び出してきたの。うん。すごいな。こんなところで授業中30分もうずくまって、どうやって隠れてたの？はるかちゃん、その、さっきのは。この中で話そうよ、村上くん。高校生活最大の思い出の場所だからね。ちょっとあったかいね、この中。はるかちゃん、受験のことなんだけど。え？そうか、村上くんが上京したらしばらく会えないんだ。今はこんなに近くにいるのに。ねえ村上くん、私キスしたいよ。俺、はるかちゃんが好きだ。一緒に東京で大学生活を送りたいんだ。キスしたい。だから、しだ…嫌われちゃうかな、女の子からキスするの。でも仕方ないよ、好きなんだもん、キスしたいんだもん。大好き。誰かいるのか？矢野先生。教卓の中に誰かいるな。お前は水野か？去年の9月、自分の力で解けなかった問題をエレガントに解けるようになったことをお見せしたく、先生をお待ちしておりました。そうか。だがすでに答えを知っている問題をいくらかけても、それは単なる記憶力の賜物だ。今解かねばならん問題は、教卓の中でわしを待っていたというお前がなぜ裸足かということだな。すみません、この問題今すぐには解けません。宿題にしておいてください。水野、覚えておけ。現代の教育において本当に役立つ学問は数学だけだ。そして人生においてもな。はるかちゃん、矢野の気が変わらないうちに出よう。おお。